な私を見たらあいつきっと今頃わかったの？でも一回謝るぐらいじゃ足りないわ。騎士ごっこに夢中になってごめんよ。ティファニアの胸ばっかり見てごめんよ。まずその薄汚い帽子を取りなさい。高貴な方の前よ、当然でしょ。礼儀知らずにも程があるわ。はあ、誰だろうがいじめはダメだろ。あなた何者？こちらサイトと言いまして、シュバリエになりたてのガサツ者です。姫殿下ともあろう方がこんなものと立ち話とは、高貴さが台無しですよ。おい、ギーシュよ、毎日名門なんだろ。なんで下級生に兵こらしてんだよ。彼女はまずい、まずすぎる。娘が学校行くぐらいで騎士団つけるのか？金持ちは見栄を張りたがるんだよ。まんまお前のことじゃねえか。僕はカッコつけたいだけだ。来た、いいルイズ、とびっきり可愛く微笑むのよ。ただいま。犬！余計なお世話だって言ってるの。あの子は自分で選んでこの学院に来たんだから、自分で何とかするべきなの。サイトさんたちにもう迷惑はかけられない。自分の力で。深夜隊！クルデンホルフ大公国ルフトパンツァーリッター。何をするつもり？異端審問よ。私、司教の肩書を持ってるの。司教だってよ。本当に？できないの？じゃあ田舎に帰りなさい。そしたら全部なかったことにしてあげる。いや、絶対に嫌。このものを釜に入れて、今すぐに！待て！頼む、姫殿下。テファを連れてきたのは俺だ。だから何？全て俺の責任だ。テファは許してくれ。異教徒決定の。行くぞ！ルイズ？ルイズ、お前。うるさいのよ。え？もったいないじゃないの！やろう、ルイズ！ベアトリスさん。な、何よ。来ないでよ。そんなに本物っぽくない？みんな噂してるし、さっき学院長にも聞かれたの。できないよ。こんなことサイトさんにしか頼めない。だからお願い、どう、サイトさん、本物っぽくない理由わかる？どうかな。もう少し触ってみないと。ねえ、ムチ持ってない？ええ、なぜかたまたまここに。待てルイズ、謝るな。これには理由が。Yeah!